鉄人と呼ばれ、闘志あふれる取り口でファンも多かった大相撲の元関脇、寺尾の親方、本坊、福園義文、福園義文が東京都内の病院で死去したことが17日、分かった。60歳だった。親方は、もろ差しの名人、と言われた元関脇、鶴家峰の三男として生まれ、父が師匠の井筒部屋に入門、79年名古屋場所で初土俵を踏んだ、長男、鶴峰さん、元十両、次男、坂鉾、元関脇、先代井筒親方、と共に三兄弟として土俵を沸かせた、117キロと細身ながら激しい突っ張りと俊敏な動きを武器に活躍、金星は7個獲得し、1989年春場所には兄が久保子と同時関脇を果たした。また、甘いマスクで女性ファンからの人気も高かった。最高位は関。脇で殊勲賞3回、敢闘賞3回、技能賞は1回受賞した。幕内在位は歴代6位の93場所。幕内通算勝利は歴代10位の860勝。初土俵からの連続出場は歴代7位の1359回。幕内連続出場も歴代4位の1063回。通算出場は大塩、極天鵬、休み錦に次ぐ歴代4位の1795回。39歳まで現役を続け、土俵の鉄人、と呼ばれた。2002年秋場所中に引退し、年寄、を取得。2004年1月に部屋を構え、小結、豊か魔性、玄達多さん親方、小結、おもねほのおらを育てた。最近は体調を崩し相撲協会の業務も休みがちだった。福園、義文、福園、義文、元関脇、寺尾、1963年、昭和38、2月2日、東京都生まれ、父は元関脇、鶴家峰の井筒。親方、二人の兄に次いで父が師匠の井筒部屋に入門し、79年名古屋場所で初土俵、84年名古屋場所で十両に昇進し、85年春場所で新入幕、89年春場所で関脇に昇進した。39歳まで現役を続け、通算出場は歴代4位の1795回、2002年秋場所限りで引退、通算860勝、歴代10位、938回58球、年寄、を襲名し、4年1月に井筒部屋から独立、昨年九州場所で弟子のおもねほのおが幕内優勝を果たした。現役時代の愛称は、土俵の鉄人、台風、阿炎。現役時代は1メートル85、116キロ、ネットの声、これはショック。今年は朝潮といい、私の世代が子供の頃に夢中になって見た力士の死は辛いわ。現役時代は、かっこ老。いい力士で女性ファンも多かったです。元力士は早く亡くなる方が多い気がします。60歳は早すぎます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。